どうもこんにちは。ゲームボーイエミュレーターを作るの続きを清めていこうと思います前回から ppu の直しをやっています。で、今だいぶいい感じにね。出るようになりました。で、この後ですね。この後はい、あのこれスプライトなんですけど、スプライトがこう。全部ね。あのタイル単位で描画されていて、その抜き色を考慮してないという状況になっているので。 ままずこここを直していいうかなと思います、はい、で抜き色考慮はそんなに難しくなくてですねていうかこれな <laughs> これドローバックグラウンドがドーンってあってウィンドウがドーンってあって、えー、とスプライトがあるんでめちゃくちゃ見にくいんですけど、まあ、スプライトのとこですねでえっ、ー、とタイルから色を取ってきますって取ってきますとで取ってきた色をここで実取ってきた色っていうのはインデックスになってるんで インデックスをここで色に変換してますと。で0だったらパレットの方の上位上位2ビットあパレットの方の下位2ビットが色になるみたいな形で、まあ、結局ここに当たるんですけど、まあ、そんな感じになっているので、えっと、0の場合は描画しないというのが正しい動きになります。これはね えと多分どっかに書いてあるんだと思うんだけどえっ、ー、と試した結果ゼロが正しそうという感じなので、えー、そんな感じでやってみようと思いますはいまあ試した結果というのもね大事なところではあるはいえっ、ー、ともし「if」えっ、ー、と「バリューで」で、えー、なんだっけ「バリュー」ってなんだっけ タイルピクセルバリューが0だったらコンティニューするって書くんだけどここでタイルピクセルバリューがパーシャル EQ ついてないんでパーシャル EQ つけるかはいあの ENAM 型とかねストラクト型をイコールイコールで イフ分で書こうとするとパーシャル要、e、求つけなきゃいけないんで、まあ今回つけましたけど、どうしてもつけたくないっていう場合はマッチ分でやってあげればいい。まあこんな感じになるんですけど、まあこっちの方がまあわかりはやすいんで。 まあいいか分と,、ね、とかだと抜け漏れ発生するんでこれ,これ以外の時っていうのは書いてないけどそれは書いてなくていいのかっていうのが分かんないけどマッチ文だと書かなきゃいけないんでまあそれが正しいっていうふうに分かるのでマッチ文使った方がいいっていうことなんでしょうね多分ね。はい、でこれで、えー、とタイルの値が0だった場合はここでリターンコンティニューしちゃうんで描画処理しないと。 いでこれでやってあげるとかなりいい見た目がいい感じになるはずあほらほらほらバチバチんでしょこれでドーンと出てこう2つ飛んできて星になるというような感じですねはいちごとでまずこいつが必要でしたでこれはねえー、っと 他のやつでも見るか、えーとね、マリオのマリオランドマリオランド26つの金貨の方が多分分かりやすいんでちょっとこっちに今から切り替えますちょっといろいろね他のやつも裏で動かしてるんで私はどうなるか分かった大体分かってるんですけどまだ見せて見せてないか実際には 動かないねみたいなところで止まってると思うので今日ちょっと時間を時間が許す限り見ていこうほらバッチコンでしょこれバッチリ出てますでこの後あとああまあいいかこのあと、えー、デモが始まりますデモが始まるはずなんだけど始まったねああーおいめちゃくちゃ化けてんななんで あれなんでだ <laughs> めちゃくちゃだなあららあらあらららららあちょっと待ってこっちじちゃんないかちょっと待ってよ待ってよ待ってよあらあららら <laughs> こっちにしてみるかスーパーマリオランドの方にしてみるかパスをコピー今のはあれかな ウィンドウを実装してないからかなかもしんないな。ちょ,ちょっと、あれをいい感じに出すのが今日の目標ってことかな。マリオランド2は、ひどいことになってましたね。ここ,こもね、バッチリこの辺、ダメだった気がしますけど、出るようになりました。ここは多分全部出てるかなはい、ああ、いい感じ、いい感じ。こんな感じですね。あ、これ、<laughs> これ、スクロールしちゃってんな。 これ多分分割スクロールかなんかで固定されてるはずなんですけど本当はねうまくいってないですね、まあ、こんな感じかなこれは意外とあとこのクリボーちょっと見て分かんなかったかなク,ルボクリボーが、えー、と土管の前に表示されちゃってるんですけどあ後ろ前か前に表示されてるんですけどあれ多分後ろに表示されなきゃいけないんであの辺がプライオリティとかで制御されてるんじゃないかな ううんんこんな感じですね。うん。いいんでは、いいんではないかな。はい。えっ、ー、と、マリオ、マリオがひどかったね。ちょっとじゃあ、あ、マリオランド、マリオ。はい、えっ、ー、と。 6つの金貨ひどかったね <laughs> まあウィンドウのところかなという気がするのでちょっとウィンドウのところを直していこうもう一回見ますけどめちゃくちゃだな <laughs> めちゃくちゃだなひどいひどいありさまですけど <laughs> 今んとこねえー、っとちょっと直していきましょうかウィンドウなのかなちょうどいいねはいでウィンドウね前回やったところのおさらいをするとえー、っと BG タイルマップで描画する、えー、データデータなんだ <laughs> BG タイルタイルマップどっち描画するかっていうのをここで決めるっていう必要があってここ,ここが結局レンジになるんでここの どっ,ちのどっちを描画対象にするかっていうのがここで決められますけどこれがウィンドウにも同じようにあるのでウィンドウの方もここねここで決めてあげるという必要があります。でかつ見るべき対象がウィンドウタイルマップっていう別のフラグがあるんでここのフラグを見て判断してあげる。で内容としては同じです。だからバックグラウンドと えー、ウィンドウ2画面分 255×255 ピクセルの大きさの,あの後ろに画像が置いてあってウィンドウはこっち、えー、バックグラウンドはこっちでた,たまにこう切り替えてウィンドウこっち、えー、バ,バックグラウンドこっちウィンドウこっちみたいなあウィンドウこっちみたいな感じで、えー、とやることもできるしどっちも同じ画面使ってウィンドウの上の方 BG の上の方を。 ね、255k255k のタイルマップの上の方を BG として使って下の方を Windows として使うみたいなこともできるというね結構フリキシブルな使い方ができるようになってるっぽいですね。はい、でこれであこれこれでじゃないねこれで描画する対象は変わるんだけどまだインデックスやってないからまだ大して変わんないかな大して変わんないと思うけどもとりあえずやってみると。 この始まるまでがちょっと遅いんだ。あ、あ来た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 。やっぱウィン、これ上をウィンドウで描画してるんですね。へえ。バッチリですね。うん。で、マリオとかも、あの、スプライトで描画されてるんで抜けてますけど、色がね。あの、この辺ね。ちょっとこれ、ウィンドウの、ウィンドウじゃないや。スプライトの、 あの実装一旦外してみると面白いんでちょっと後で外してみますはい OKOK、OK, OK, 大丈夫そうですこれがこれが現実ですねウィンドウなんですね上はねであとこ,こことここじゃないや、えー、とインデックスを取るとかねインデックスを取るところも同じように、えー、と背景ウィンドウタイルデータ選択ってやつでこれは背景ウィンドウどっちも同じものを使うので、えー、とこれ全く丸コピーで大丈夫です一旦丸コピーしちゃいますね はい、でタイル図のフラグを見て、えっと、インデックスをそのまま使うのか、えー、インデックスが128より小さかったら何とかみたいな感じでこ,これですねこっちを採用するのかこっちを採用するのかっていうのをここで決めることができるということでどのタイルを使うかっていうのを決めることがここでタイル図フラグでできるようになってるのでこの反,反映をしてあげます。これを入れても大して変わらないはずなんで変わらないはずなんで。 えとピクセルの抜き色を一旦やめてみるはいこれでね結構面白い見,見え方が見え方をしますするはずなんかこういうねあの中途半端な実装にするとそれはそれで面白いっていうのがねあの作っていく上の上での醍醐味だったりしますねもうちょっと広く出してる出してみたりもできるからね 例えばあのこ,のこれスクロールしてますけど実際はでっかい画面の中の一部を写してるだけなんでああほらねこんなほらほら <laughs> マリオマリオちょっと食い込んでるんですね下にねあの地面にねとかねこれクリボーじゃなくてノコノコもノコノコもあほらクリボーも全然抜けてないみたいな状態になってますね。 うんまあ、こんな感じであのあ <laughs> この人なんていうのフラワーもねフラワー前に出ちゃってるからこれフラワー後ろにあだからかフラワーを後ろに持ってかなきゃいけないからタイルじゃあのバックグラウンドだとまずいんですねだからえっ、ー、とバックグラウンドは必ず一番後ろにあって、えー、とウィンドウとスプライトは えとプライオリティでどっち前にするか決められるんでだからウィンドウで上描画してるんだそういうことですね今分かったはいということで、えー、とウィンドウの描画も必要だったということで、えー、ウィンドウの描画の対象対象を前回やったものと同じですね同じ対象を入れて、えー、とスプレートの抜き色対応をすると最終的にこうなると。 まあさっき見てもらったのさっきのさっきか2個前に見てもらったのと大体一緒ですけどもね見ていこうああそうちょっと時間かかるんだけどこの後のやつをちょっと見てほしかったんだよねえっ、ー、とねこの次のステージ が結構このスプライトの抜き色をものすごいなんか抜き,抜き色かスプライトの抜き色をうまく使って実現してるんでちょっとそこまで見てもらおうかな今これスプライトの抜き色有効なんでねこれ,これがねこの人がね <laughs> この人この人なんだっけフ,フラワーが土管の後ろに本当は隠れなきゃいけない。 ちょ,ちょっといろいろありますけどここら辺も大丈夫かなああとこれねここの下のスコアはこれ多分2ブロック分下に出てないといけないやつああとこハートが隠れてたけど大丈夫だったかなハートが隠れてなかったからあれも多分あの後ろに書くみたいなことにしてんのかなと思います。はい、6つの金か はい、始まりますよということで次の面がえっ、ー、と水の面なのかなはいこれこのね泡に入った時の描画がバッチリうまくいってる <laughs> うまくいってるっていうかねいい感じですけどこれが抜き色がないとですねだから抜き色をよく,よく使って作られてる やつでかなりスプライトを重ねて作ってるんで作ってるみたいですけどなんか超高速化してえなこれあちなみにちちょっと置いとくかちなみにちなみにの話をすると今大体 60fps 出てますけど特にその速度の制限はしてないんですねでじゃあこのマシンでちょうど 60fps の速さで偶然動いてるのかとそうではなくて メインの方だったかなメインの方のこのキャンバスのプレゼントがなんかであのこの画面ですね実際のこのスクリーンウィンドウっていうかあのディスプレイの描画速度に合わせるっていうような V ブランクをねこの,あの液晶にも V ブランクっていう考えはあるんで V ブランクを待つっていう、えー、処理が内部で入っててここでかなり 時間がかかるようになってますなんでここの, IF あこのプレゼントが1秒間に60回しか動かないみたいな状況にな,なってるんですねだから、えー、と CPU のステップとか、えー、とアップデートとコピーっていうのはむちゃくちゃ早くてここである程度待つみたいな状態に今なってますでそれを外すとめちゃくちゃ速くなるんでえっ、ー、となんかそれをやるにはねなんかこの辺の SDI の設定をいじってあげなきゃいけなくて。 あこれだプレゼント V シンクしてるから、あのー、V シンクを待つみたいな処理になるんですけどここ外すとかなんかそんな感じでいけたはずはい今これよいしょはいあこんな感じねあのマリオの下消えちゃってますこれ下のこのスプライトをマリオの前に持ってきてるからマリオが消えちゃってるんですけどうまくね あのだから一個の丸出すにも後ろ側に置くやつと前に置くやつとかなんかうまく使い分けてるっぽいだからただただ丸をだ出してるんじゃなくて複数に分けて出してるんじゃないかなというふうに推察しできますね。あほらね今マリオの上上半身はかからなかったあかかないか書いてないのかなちょっとわかんないですけど。 まあそんな感じでね抜き色なくすると結構悲惨なことになるという話でしたはいということでじゃあえっ、ー、と他のソフトを見ていきましょうか「ドラクエモンスターズ」はさっきのまんまだと思うんでえっ、ー、と「マリオランド2」は一緒ポケモンちょっと帰りのために必ずなる最後 <laughs> よいしょ、はい、じゃあポケモン見てみますあそうだった はいポケモンですポケモンがあーああひどい <laughs> ひどいこれもねあーこれひどいねあらひどいあらららあらららあらららら,あら,ら,ら,ら <laughs> はいとこんな感じですねでた多分この不思議だねとかね 今パッて消えて出てますけどフーディーにあのこれフーディーよねメタもあの横にスライドしてたと思うんだよなどうだろうちょっとそれが再現できてないポケットモンスターとかこのロゴはね横からシュッて出てきたんで多分そんな感じであのスライドしてたと思うんだけどなどうかなどうかなそんな感じがしてたんだけどなはいっていう感じでまあとりあえずいい感じ ということであのあれですね <laughs> あのキー入力できないんでキー入力作りたいですね <laughs> とマリオランドはさっきちらっと見たけど、まあ、もう一回相対パスをコピーして早々にあのキー入力作ってあげるとある程度遊べると思うんでもう音が出ないだけでねマリオランドはこのあとデモが始まるんでデモまで見ましょうか マリオランドはさっきもほとんどさっきと変わんないかなうんいい感じですねあ上がスクロールしちゃってるっていうところですねこれはあの1ラインずつ描画するっていうことをしてあげないと多分解決できないんじゃないかと思いますこれはファミコン版の「スーパーマリオ1」でも同じ現象が起きるのでおそらく同じ作りでやってるんじゃないかと思いますね これ、ローンチタイトルだから、ウィンドウ使えば、ああいうのもできたと思うんで、なんでウィンドウ使ってるのかちょっとわかんないですけどね。ローンチタイトルはなんか、遊戯を、あの、想定パソコピーだね。えっ、ー、と、技術デモみたいな側面があるんで、こんなことがゲームボーイでできるんだぞ、みたいなことをね、よくやりがちだと思うんですけど、はい、あ、いい感じ、いい感じ、いい感じですね。はい。 あ,あ,この後もうあとこれ目が隠れちゃってるんですけどこれは多分この前,前後関係の何かがの判定が抜けてるからだと思いますね。こっから下をウィンドウで描画してんのかなもしくはなんかそんな感じしますね。だからスプライトを上に表示するってことをすると多分ここの目だけ出るようになるんじゃないかなと思います。 次ゼルダパスコピーよいしょなんかすごく当たり前に動いてて当たり前に解説してますけどよくできたなって感じですああいい感じですねいい感じですねめちゃくちゃいい感じだこれねこれこの雨がスプライトなんでこれ抜き色なくすとめちゃくちゃひどいことになるんでちょっと後で <laughs> 見せましょうかねおいい感じいい感じ ばっちりですね,バッチリですねあっ <laughs> 隠れてんなこれもあれかなこっこから下があ違うなあーあれかななんだっけ 16×10 えっとピクセルの描画モードが 8×8 と 8×16 モードがあるんで 8×16 でやってんのかもしんないですねなんかこそこでできてないからねはいドーンときておいゼルダの伝説今見る島あああ,あなんかこ,ここもなんか変だもんね鳥みたいになっちゃったもんな <laughs> はいまあこんな感じですねここから先進めたいのでえっ、ー、とこれに関しては 抜き色をなくすとひどい抜き色あ,あこんな感じになっちゃうんで <laughs> ひどいひどいことになってますねこの間に多分あのさっきの雨のあれがあるんだと思うこの辺もねこう書くとあのどこがスプライトで描画されているかわかるっていうね素晴らしい あやっぱこれもダメだからねこ,この人スプライトですねマリンちゃんゼルダゼルダ,じゃゼルダじゃないや <laughs> リンクもリンクは分かんないな分かんないけど上半身しか描画されてないですねうんこの後見ましょうかこの後のあの光るエフェクトが半分しか多分出てないんで分かるかな ここ,こ,ここ一列なんか変だなああやっぱそうですね半分しか描画されてないような感じねうんなんでこれは 8×16 ピクセルモードの実装が必要かもしれないということですねえー、と最後「カエルのために金は鳴る」パスコピーこれがこれがね これがね変なんですよね <laughs> これこのこのなんていうのかな <laughs> このこの模様ねここも出てるはずでこっちも出てるはずででこのよくわかんないねこの,あの残像がねめちゃくちゃ残るこれ残像が残るのは多分全体をリフレッシュしなきゃいけないんでしょうねあの描画ごとにねだから 結局何もしてないところの色はそのまま色あせてくるように現状になってると思うんですよ。あの電気が通ってないところはあの電気を通すと色がついて通さなければ色が、えー、つかないみたいなことになってんだと思うんですけどこれで終わりかこれ。こここにが出出るよねねてこない、ね、ということでこれは大変ひどいことになってるので。 これをなんとかしたいんですけどまあできるかどうかわからんというところですねはいちょっとまあゲームをこのあとねデモじゃなくて進めるためにもキー入力ですねキー入力の実装がどうしても必要なんでキー入力をやりつつ PPU のおかしなところも直せるところは直していこうかなと思います、まあ、とりあえずは キー入力かなをやってまあゲーム進めていくとねここがおかしいっていうのがもうちょっと明確に分かると思うんでそこを中心に、えー、PPU の方を直していこうかなというところです。まあ、ある程度 PPU は、まあ、まあ多少変でもあのとりあえずゲームができるくらいにはなってきたので PPU あ APU AP ねあの音を出す方をちょっと注力して作っていこうかなと。 思いますだからジョイパッドと APU 作ればほぼほぼ完成なのでちょっとねまだ全然未実層の APU の方にね早めに取り掛かりたいなというところです。ということで今回は以上次お楽しみにチャンネル登録高評価お願いします。では